水野から安藤、もう一度水野うまく拾いました。そして前が空いて外、森島右足のシュートを見事決めました。藤枝先制です。ここをうまく水野が高島が背に返って水野が左サイドへ展開、矢沢です。そして外、安藤というところ、ファウルはありません。安藤のクロスファーサイド見事に決めてきました。森島今日2点目、藤枝追加点です。右サイド、この吉村とのこのボールの、奪い合いというところで吉村倒れます。松岡縦に入れて森島フリック、このこぼれ球川崎触りました。さあ森島シュート打てるか、ループシュートが決まりました。ゴールです。早い時間の先制になりました。ゴールを決めたのは森島。さあスローインからゴール前、森島こぼれ球打って決めました。藤枝先制です。決めたのは森島です。よく反応しました。決めたのは森島康人です。前線でスタートからプレーしている西山雄介です。じゃあこれが森島に流れた、森島先制はアウェーの藤枝。森島の3試合ぶりのゴール、内山の後半の立ち上がり、後半開始して6分が経過。前にボールつないで森島シュート決まった。森島のゴールで追加点。抜け出したところ、うまくゴールへ流し込みました。そして今季9点目。リプレイでご覧いただきます。松岡1人かわしてえぐっていく、ここで戻しました。さあ右45度から水野、クロスが入ってくる、いいカーブだー、シュート決まった、ゴール、森島今シーズン10点目。いい形で決まりました。そして水野のクロスの方が非常に綺麗でした。今の場面ご覧いただきましょう。これ川島が粘って、さあ左からのコーナーキック、後半2本目になります。シュート決まった、ゴール、森島今日2点目、通算11点。今の場面です。前のボールでした、真ん中ですね、ゴール正面です。競り合いながらもさすがに体も強い。15分を経過しています。さあ鈴木純也、クロスが入る、ヘディングか、抜けていった、抜けていった、触っているのかいないのか、触っていないんだったら、触っていれば森島のハットトリックなんですが、触っていないんだったら鈴木純也の2試合連続ゴールということになります。映像で確認してみましょう。触ってるのかな。安藤が大きなサイドチェンジ、右サイド鈴木純也クロス、森島飛び込んでいって決めました。同点です。群馬高澤が決めれば、藤枝は森島が豪快に、あ、大きなサイドチェンジ、右サイド鈴木純也からのクロス、ヘディングシュート決めたのは森島。